今回は弓道についてお話をしたいと思います。弓道を最近始めました。なんで始めたんですかって聞かれるんですけども、いろいろなことを考えて始めたんですけども、まず第1番目はですね、リフチョウをヤブサメのメッカにしたいなという思いがまずありました。でヤブサメ、なんでヤブサメなのというふうにこう聞かれるんですけど、すいません、話はすごく長くなっちゃうんですけど、それをちょっとまとめて話すとですね、まず東日本大震災まで遡ります。東日本大震災の時に、私も海外のメディアによく聞かれたことは、日本人はなんであの未曾有の災害の時に混乱せず、相手を思いやりながら例えば商品を買うという行為をしてきたのかとか、並んでたり順番を待っていたり、我先にということがなかったのかということはよく聞かれたんですね。で、私はその一つのエレメントっていうのは武士道にあるんじゃないかなと思っていました。で、その武士道ということを考えると、武道をどのように世界の皆さんに紹介をしようか、東日本大震災の最大被災地の宮城県でオリンピックが開催される、それは復興五輪であって、世界中の皆さんから支援していただいたことに対して、私たちがこういうふうに復興できましたよということをお礼とともに、お話しする機会だと、世界最大の機会だと思って、じゃあ時に世界の皆様がなんで日本人はそういう態度を取れたのかということもお話ししたいなと、示したいなと思ったんです。でその時にオリンピックの開会式、東京の開会式の私たちは2日前にサッカーの試合会場だったので、2日前にキックオフだったんですね。ということはその2日前の前夜祭に復興五輪の意義なんかを込めた前夜祭をさせてもらえれば、時日本人がなんでこういう東北の人たちはこういう態度を取れたんだということを示すことができるんじゃないかということで、まずは武道、それもやぶさめがいいんじゃないかと思ったんですね。でなぜやぶさめかというと、東北というのは昔から馬の産地なんですね。名馬の産地であると。でその馬という動物と共に弓を引いて神様に、ちょっと占い的な要素がありますけれども、そういう神事をするということ、そういったことを踏まえて、弓取りなんていうとやっぱり武士の鏡であったり誉れであったりするので、馬と武士道が組み合わさって最もよく説明できるスポーツ、武道なんじゃないかなと思ったんですね。で、ただそれを周りの人に言ってもなかなか多分理解してもらえないんですね。なのでまずは自分が弓道を始めて、それを自分の心から分かったということにして初めて説明できるかなと思ってですね、自分から弓道を始めました。でもう一方で、岐阜はですね、非常に弓道が盛んで、中学校にそれぞれ弓道部があったりしたんですけども、一つ非常に強い弓道の部活がですね、子どもたちが少なくなったというのもあるんですけども、廃部になったんですね。ですごくそれは弓道をやりたいという子たちがいたにもかかわらず、ある一部の関係者が危険だとか危ないとかって言って
ほぼこう、まあ、半ばこうそっちの背後の方向に持ってったっていう経緯もあって、なんてもったいないことをしたのか。で、そういうことをこう やらせないためにもですね、町のトップが弓道をやっているということを認識してもらって、でその弓道とか武道とかをもう盛んな町にしていきたいと。でその武道で鍛えた、鍛錬した日本人の精神性みたいなのもこうどん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 こう積み上げて次世代に残していきたいなという思いからですね、弓道を始めたんです。なので、私は弓道のみ取り組もうと思ってるんじゃなくて、次は馬に乗ろうと。今度は次回また馬の話とかとつながってくると思うんですけども、そういうあの流れがあってですね、今弓道を始めているというところです。ありがとうございました。